我ら秘伝正義軍、まあ、忍者で鍛えてるのにこう崖を登るみたいな指先の力を鍛えるっていうのがあるんですね、はい、指がこう弱いとそうずっと滑り落ちちゃうの で、はいはい、こうで指をよく鍛えるんですけど、まあ、それを、まあ、もし仮に武術みたいな組打ちで応用するんであればっていう使い方で、まあ、あの近い時にこう掴むっていう感じじゃなくてこうよじ登ろうとしてかかるところになるべくこう指を立てていくっていう感じになります。ちょっとゆっくりやりますと、はい、こういうところ適当に使います、はい、こうなんかうまいこと取ろうとかじゃなくて、はい、わしっと掴んで、はい、でこれで指がこう負けないようにこうわしっと掴んで、はい、こう強く掴んでで顔にくくったりとか耳とか口に反らしてあとこっちからっていう風にして鍛えたらいいのに、でも弱いといくらこうそうっすね、掴んでも負けていっちゃうので体が硬いのでなんでそこにこう食い込むようにやってっていうで、であのまあ、投げとしてするために、じゃあ、こうして、ここから顔を撫でて、落とすまでを振らせていただきます。はい、あと、はい、はい、これは、もしかしたら、向いてるかもしれないですね。パワーがあるんで。うん、指が強くてパワーある方の方が、もしよかったらやってみてください。はい人にわしづかむっていうのがポイントです、はい、人と思わずにこういう石をよじ登ろうとすると僕は実際は石じゃないから耐えきれずに僕が崩れる。ああ僕を崩そうとするとバランスを取り合っちゃってお互いに崩れることがあるので、はい、完全に登ろうとして勝手に崩れてくるっていう、はいはい初めての発想ですでも、はい、もうガシッと入って、はい、でもうガッと近づいてきて肩とか、はい、うわー、はい、で顔とかもガシッていっちゃって、はい、で無造作に行くのがポイントです。なるほど、はいわしわしわしって言って目に入ろうが口に入ろうが構わずにガーッて掴んで寄り倒すっていう、はい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 そうですそうですそういうで倒れたところを急所で目についてはい、はい、そういうふうにかきむしっていくっていうのがかきむしって野村選手こっからミスをおガシガシそういうことですよねガシ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 ミスをおお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 おこれが負けない、痛くないっていう状態にしとくと、しかし、はい、まあ、そんな形で、稲村選手が怒りに身を任せて、こうあのもうタガを外したときは、金的を掴んでる状態で、こう、ミスを、効果的に髪の毛を掴んでやろうとか、耳を掴むのではなく、引っかかればどこでもっていう、そのものとして見て、かけちゃうっていう、はい、そういう、非常に野生的な、はい、野生的な、こういう感じで。指が負けないようにするっていう、はい、いや指を鍛える指鍛えるんですよ、はい、こういう風に掴まれたらどう鍛えるんですか。こう指立てて上からこう叩くんですね。自分で突き指するさせるように突き指させるようにこう叩くんです。なるほど、はい、でそれを振って思いっきりピャンこうおーすなんやいったあともう体をこう指を立てた状態で突く。あなるほど。なるべく急所とか喉の時の痛いところとか、あと股間股間自分でうわぁこう痛いの、はい、これ夜道場でやってて若い選手が入ってきたら、うん、あ、稲村さんついに尊敬をされました尊敬をされましたあ、そっと閉じられますいや、すごい、でも、あ、なんか
そうか、自分にやってたら自分も、うん、この感じが、あのこう入ってもクニャッとこう負けない、はいはい、中にこう、うわうわすげえ、はい、という打ち方、まあ練習 したりも、はい、確かに皮膚の下を掴まれてるんですよ。もう引きちぎれたら、もしできるなら肉もこうプチって引きちぎりたいみたいのつもりで鍛えるような気持ちですよ、はい、すげえ、はい、ありがとうございます。そんな感じで、はい、続いて、合気道と関係なくなってくるんですけど、合気道ので培った運動神経を変形裏勘7なんですけど、はい、白川先生流の、はい、そうそう、変形裏勘、合気道家が裏勘7なんですね。でもあれですよ、体能の演武とかで裏勘7なの、やりすぎますね、武術で、そうなんです、柔術の人あのヨーロッパの柔術ってあるんですよね、裏勘7とか、うん、普通に立てていただいていいですか。よし、いきます、失礼します。ちょっと、ちょっと、大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ね、普通ではないですよ、はい普通の武術家ではないですでもこう足引っ掛けてこうやるのは充実的な動きではあるんですか。そうですね、そうです、まあ、四つ足で使いました、ね、もう一歩行きたいですね。もうちょっとあの、はい、綺麗に行けたいですね。失礼します。ありがとうございます。跳躍力がすごいので、あとはもう、はい、うん、こうまで、はい、いやでも本当に一流プロレスラーの方に受けてもらう、いやいやいや、ありがとうございます、信頼していただきます。じゃあ、受けるシリーズ、はい、ちょっとこう、あまり見ない系の技で、はい、バク転蹴りがありまして、はい、バク転蹴り、そうなんですか。ちょっとこう、はい、あれなんですけど、はい、ちょっと頑張っていただいて、ちょっと当たんなかったかもしれないですけど、おー、ふわーし、おー、ふわーし、ふわーちょっとどなたか使っていただければ、はい、バレ映えるかなみたいな忍者マック選手ぐらいなのでじゃあちょっとだけ後ろ下がっていただいて、はい、なんかイメージとしては、まあ、宮城はここで見れるのとここでここに見える、どこでも見えるっていうか、そうなんです、どこでも見、この辺で勘でやってるわけではなくて、はい、どういう状況でも見えるようになる、なんか従事してるとこう入る、はい、同じですよ、いつでも見える状態にして、これは受け身のあれそれも危ないっすね、救助入りそうですね。そうです、まあ、受け身、こういう受け身というよりかは、なんか発想がちょっとこう変な発想が、はい、で技を打たれた時の反応の練習で、はい、そこからは分からないだろうっていう動きしていく、どっからでも蹴ることがある、はい、で、ポイントとしてはですね、膝出せる、ちょっとこうくっつけといて、はい、で足がこう、こうじゃなくて、立ってる、はい、あ、はい、そういう感じなんですね。で、それがポイントだったりしますね、はあ、まあ、ちょっと、いいですか、どなたか、お伝えどなたか。はい、あ、ちょっと、はい、これもちょっと、古い時代の技なんですけど、まあ、対等してる相手を、はい、抜かせないっていうことがあるんですね。そのためにこう両手をバシッと上から押さえてくると、ちょっと両手をガッと押さえていただいて、はい、ガッ、はい、そうするとこう肩抜こうとするのを止めれる、でこのシチュエーションをこう破るっていうことを結構求められたりするので、まあ、そこから、これを、こう結構グッと握ってこられると動かなくなります。でこれをどう外すのかっていうと、こう外すと、で次のやつをこう取った時もまたこれもきれいで、こっちに入って腕が十字になるので、ちょっと肘感が、まあ、よく言うこの十字投げが、はい、
ていうのをご紹介できればなと。ありがとうございます。今のどう受け身取る人はどうやって受け身取るんだろう。このまま肘が決まらない方向に、はい、あの宙に飛ぶ。手ででも受け身取れないよね、持たれてしまってる。そうですね、なんで足から一発で受け身取る。忍びの受け身って結構綺麗に取らなくて、はい、下もジャリジャリしてる場合あるじゃないですか、はいはい、何をしてるか分からないと、はい、竹が生えてるとか、はい、なんで結構拙く足でバタバタバタって取るんですよ。それでも背中が守れてればいいんだけど、はい、なんで、なんで先行して相手の手でも先行して回って足からついちゃうみたいな取り方をします、はい。あ、じゃあちょっとそれを逆にやってみてもいいですか。そのプロレスの受け身じゃなくて、そっちの受け身を習うじゃなくてやってみて、はい、取ってみて、はい、こっちに飛ぶじゃないですか、はい、その時足が先に落ちる。そういうことする。で腰をちょっとこっちに刺して、はい、腰を地面に先に刺さない。お見た目汚いんですけど、はい、空中にこう宙ぶらになるようなことを目指して、で背中はゆっくり着地する、はい、で足先は結構強い、はい、っていうのをちょっと砂利とかそういう場所で取る。ちょっとできれいに歯打ちもあんまやらないです、ね、はい、ここら辺が、ここら辺が刺さったりとかザザザなる、結構ダメージがあるんで、はい、なるべくこうかぶして、あのこう背中から落ちる時もなるべくこう足からこう、それをなるべく当てないように汚くてもいいので、そういう発想で、はい、お願いします。じゃあ、よく押さえていただいて、で、これを入れます。で、ここから、おお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 お、見事です。ありがとうございます。素晴らしい。これは面白い。これ万が一、はい、やられることになってますけど、路上とか上で外で受け身を取らなきゃいけないとき、はい、でも硬いところでね、受け身取られることありますね、場外乱闘と。そうですね。そういう時の受け身はこれおすすめ、はい、ありがとうございます。これが外気の十字がなみたいな、はい、まさにこれですよね。ここはい、投げてます。はい、そうです、はい、その時にあの 足だけ、はい、をそっくり返って、はい、で空中に浮く感じで、はい、はい、これでブリッジこれでブリッジもうそのぐらい で相手が反射的に支えコントロールしようとすると支えちゃうんですよ、はい、それで背中を守る。でこれ外の場合もあの外受け身の時とか前でもそうなんですけど、ローリングとかもうこう腹をなるべくこう守ったりとか、ね、前に動かない、はい、そういうふうにしてこう地面の接着を気をつけるっていうのが特徴かなと思います。障害乱闘編でしたね。あ、バク転、はい、もあるんですけど、バク転もあるんですよ。トゥーゲリーはそのままオファープレッシュ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 失敗したの。こんな感じになります。なので、バク宙蹴り。もう一回いいですか。バク宙蹴りは、そのまま座って、おーはい。一個分に積んでなかった。結構この、相手の発想の外でやるようなイメージですね。やるのみたいな。で、結構上から来るのは、はいはい、あると思ってましたけど、案外こう、すねが当たって自分もすね痛かったりとか、あと狙いが定まらなかったりとか、あと、掴まれる。当たっても掴まれる。はいはい、なるので、点で結局どこで打つかわからない状態にしてずーっとキープして、パッ。で、今はここに来るまで足をキープしてるんですけど、これがもっと早めに蹴る方が実は楽なんですね。早めに出した方が楽なので、そうすると顔面の方がもっと蹴りやすい。はぁ、蹴るところを選んでるってことですか。あ、そうです。なのでこのミットの真ん中に蹴りが中回転差が見てる。見てる。見てる。態度のいいところは空間把握能力だとか視界訓練がすごい発達するっていうのがいいと思うんですね。僕も最初なんかどこ見えてるかわからなかったんですけど、はい、どれぐらいかかるんですか、これができるまで。これ向き不向きがあって、まず度胸があるところ、はい、やってることってバク宙って1、2だけなんですよ、はい、なんかそんなに大変ではないんですけど、あのバク転もそうですね、なんか倒立ができる身体能力と、はい、ジャンプができる身体能力と、あとは帰るだけなので、はい、その中非日常に対して気持ちの不自由さを持たなければできるので、あとはここでこうやって見えてるかと思うんですよ。
逆さまで見るっていう感覚です、はい、さっきの軌道的には足をこう耐えてポンポンですか、はい、なのでこう多分あとで動画見ていただいてもこうこうじゃなくてこうやってますね、はいはい、その場感が抜けてる。で今あの蹴りながらこっちにも移動してるんですけど、はい、完全にこうもっと体重が完全に乗せられるような体重にまたちょっと変わってくる。そして見せ技じゃなくて試合で使ってますもんね。見せ技じゃないです。本当にもう相手にさ。まあでもちょっと挑発してるところもありますよね。なんか前相手だったらバッチュリできるみたいなやってました。次にアウトロップ聞くのいいですか。はい、ですか。はい、マイキのロケミだった。いや、打った後もケミちゃんと、あ、そう、はい、あのこう順番にこの時にドロップキックの時に最初にこう蹴りますね、体が。あ、はい、あ、最初にやります。蹴る練習より先にこの体を返して練習します。同じでした。いや、すげえしっかり来た。しっかり来ました。いや、大丈夫でしょ。大丈夫、いや、大丈夫ですけど、すげえ。見てもきれいじゃん。連続で受けてもらって超豪華な、本当に素晴らしい先生、そして中野先生の技を一流で表したこちらこそ、超豪華企画となります。ありがとうございます。ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひあの秘伝正規軍でチャンネルでたくさんの動画ありますので概要欄にチェックしてください。清宮先生のこんなの初めてです TV、 そして中野先生のチャンネル、そして七瀬尾先生のチャンネルです。ぜひ皆さんご覧ください。よろしくお願いします。そして清宮選手、そして稲村選手をぜひ皆さんお会いしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。